知って得する曲芸史最強ジャンプポジ5選、軍需工場。工場内にも強いジャンプポジはあるけど、やっぱりお気に入りはここ。南側強ポジ樽の前からジャンプすれば窓枠も越えて囲いの中まで行けちゃう。次よ、赤の境界。境界内小屋側の窓枠、ここはハンターが閉鎖空間を持ってきたとしても、曲芸師ならそんなことお構いなし。この段差を利用すれば飛び越えることができちゃう。時計村、船中は遊び場。階段の高低差を使って赤の境界と同じように閉鎖空間があっても、こんな感じで飛び越えが可能。あとは海岸のこのジャンプポジを覚えておけば、ハンター目線かなり厄介。さらには小舟に閉鎖空間が入ったとしても、曲芸師なら問題なし。平民町、旧ゲート前のこのポジション、ここは知らない人多そう。高さ的にも飛び越えられなそうだもんね。これが決まれば近くに板も窓枠もあるから、確実にハンターと距離が取れる。まさに最強。月の川公園、まあ曲芸師の庭みたいなものだからたくさんあるよね。終点のグルチェ、2駅目の即ジャン、低いオブジェクトのジャンプ、みんなのお気に入りのジャンプ教えて。キスケゲームチャンネル。